いや諦めたっていうか飽きてきた、病気やってんの。ワンピースぐらいに長編だよね。また今日もあれだよ、天敵だよ。もう天敵も飽きてきたね。ブス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 さしてた。ブス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 。ヒロちゃんももう飽きたでしょ、病気。ついに僕もその境地に到達してしまったのかな。もうなんかね、治ってとかっていうよりもう本当に飽きてきたね。日常生活を満喫しようと思います。お風呂に毎日入る、枕カバー毎日変える、週に10日に1回のお洗濯、病院の制限書もなんか当てにならんて。1日1800キロカロリー取れみたいなね。で老人はもっと代謝が低いから1日1200で十分みたいな。それでそれ、あの老人が1200キロカロリーで寝たきり老人がいたんだよ。である医者がね、飯が少なすぎるんじゃねえのかと思って、あの高カロリーの食事を与えたらみるみる回復してた、おじいちゃん。ふむふむふむふって、で動けるようになって退院。そうで、おじいちゃんがなぜ入院してたかというと飯を提供してもらえてなかったから。病院から。そう、だから病院の飯なんか信用しちゃダメなんだ。体調見ながら、僕の場合入院すると動けなくなるから、あのエネルギーが足りなすぎて。この間も5日入院しててさ、俺ぜいぜい言いながらあの買い物行くようになっちゃったからね。また今飯食ってるからまた回復してきたけど。体に合わないんだよ、1日1800キロカロリーじゃ。エネルギーが少ない。
今自分で食ってる食事が一番合ってる。だからみんなもね、お医者さんの言うことは絶対じゃないんだよ。自分で考えていいんですよ。わかる？自分の頭で考えていいんだよ。お医者さんの言うことだけ聞かなくてもいいんだよ。わかる？わかった？